優勝おめでとうございますありがとうございました決勝戦はどんな気持ちで挑まれました決勝戦はもうしっかり自分がやってきたことを信じてあとはあのダッシュに自信があったので勝負どころで行こうと決めてましたまくる自信あったんですねそうですねもう何が何でも行ってやるって気持ちがすごく強かったので行けて良かったです解説者の競輪評論家山口健二さんが とても素晴らしいフォームをされているとベタボメでした。あ、ありがとうございます。<laughs> このまま勝利続いてきそうですね。ああでもあんまり意識せずに一戦一戦しっかりと自分の力を出し切れるレースをしていきたいと思います。年末もこの立川のこの舞台に立ちたいですね。そうですね。あのしっかり走ってあの一生。 一生ずつしていけば見えてきたらいいなと思います。では応援してくださった皆さんにメッセージをお願いいたします。はい今日は朝早くからあのご来場いただきありがとうございました。しっかりあの皆さんの前で勝つことができたので嬉しいです。これからもあの一戦一戦全力で頑張るので応援よろしくお願いします。